はい、お疲れです。えー、っとですね、次先ほど、えー、ニュース流れてきまして、岡田和親選手が新日本プロレス退団と、えー、正式発表されました。はい、えー、この件についてですね、僕の感想、えー、今後の展開もろもろお話ししていこうと思うんですけども、まず率直に、この岡田選手のこの退団の記事を見て、私が、 思った、まあ、率直な感想っすね。え、あ、マジか。まあこんな感じっすね。はい。この岡田選手のこの対談するか疑惑って結構、まあ、ここ最近流れてたんですけども、まあ僕はこの岡田選手のこの対談する説が流れてた時点で、まあ、これはデイブ・メルツァーのどうせガセネタだろうとか、これをリークしたやつは、 ワンピースとかを、ワンピースを見なさすぎて、あのこう少年漫画のようなこう展開が予想できない、わけのわからない、えー、噂立ててんな、みたいな、まあ、そんな感じでいたんですけども、あれあ、本当に退団するんだみたいな、まあ、そんな感じは思ったってところですかね。はい。でただ、まあ、僕が思うんですけど、この岡田和親選手がこのタイミングで退団することによって、なんだろう、別に岡田和親が、 なんかこれ以降、新日本プロレスに参戦しなくなるとか、岡田和親を見れなくなるとか、そういうマイナスなネガティブな思考って全くないんですよ。まあ、イコール、まあ、対談は発表されましたけども、岡田選手はこれからも新日本プロレスに参戦していく形かなというふうに思ってます。はいまあ、そう岡田選手が これからも新日本プロレスに継続参戦するだろうなと思う根拠なんですけどもまあ今,段今現段階でもベルトを持ってるっていうそ,のそういうところであとは、まあ、岡田和親選手ほどのまあ存在であればもう対談するのであれば岡田和親新日本プロレスファイナルカウントダウンっていうそういう道筋は立てるだろうなと思うんですけども ただ、岡田和親ファイナルカウントダウンっていう、そういうところが全く今ないじゃないですか。ってことは、岡田和親選手が本当に新日本プロレスを去っていくのであれば、まあ、岡田和親のファイナルカウントダウンっていうのを、まあ、1年単位で、まあ、そういう計画を作っていく、まあ、そんな感じだと思うので、なので、今の現時点で岡田和親の ファイナルカウントダウンは全く実現されていないのでまあ正直岡田和親が新日本プロレスを去るっていうそういうムード展開が今,今のところ全くないんでまあそういうのやってこないってことはまあフリーの形ではあるけどもこれから新日本プロレスにはまあ継続して参戦するんだろうなっていうまあそんな感じかなって思いますねまあ昔のブッサンみたいな まあそんな感じじゃないかなと思いますかね。はい。まあ今まで、今までみたいに巡業、司法巡業とかの頻度は、まあだいぶ落ちるかもしれないですけども、まあ、これからも継続的に参戦するかなというふうに思いますかね。はい。で、まあ、あと何より、うん、まあやっぱりこのね、新東魂三十士じゃないや、えー、令和闘合三十士とか、まあその辺との、まあエース継承であったりとか、 まあそういうところもまあ残ってる課題があるっちゃあるんでまあその辺の伏線も多分まあこれから回収していく段階かなと思うのでまあ新日本プロレスにはまだまだ参戦するだろうなとまあいうふうなところですね。はい、はい、では今回、まあこの岡田選手のまあフリーになった結果なんですけどもまあこれは今後、新日本プロレスにも参戦そして WWE にも参戦。 これを作っていくんじゃないのかなと思いますかね。まあ、フリーであれば多分 WWE も多分参戦しても問題ないかなというふうに思うのでなので岡田和親選手の,この今回の対談というのは新日本プロレスと WWE この両方にこれから参戦していくための、まあ、その対談なのかなというふうに思いますね。 どうしても新日本プロレス所属のまま WWE に参戦っていうのはまあトリプル H 体制になったから多少は緩和されたかもしれないですけどもまあ AEW の関係性であったりとかまあそういうところで結構難しい大人の事情も絡んでるかなというふうに思うのでなのでまあフリーという立場であれば、まあ、参戦しやすくなるかなと思いますので、うん、まあ 新日本プロレス、AEW、WWE、この、まあ、世界トップ3団体を渡り歩くための、まあ、フリーになったんじゃないのかなと、まあ、いう風なところですかね。はい。はい。まあ、てな感じで、まあ、うん。まあ、っていう風なところですね。うん。で、まあ、こういうことを言うと、おめえ後、後出しじゃんけんじゃねえかとか、まあ、あだこうだ言われるかもしれないですけど、この岡田和親選手が、フリーになるっていう。 この結果は、まあ、もしかしたらあるんじゃないのかなと、ちょっと思ったりしてた時期もあったんで、まあこれっていうのは、岡田和親選手の今の現状、新日本プロレスというところも、えー、参戦して、なおかつ、岡田選手の海外進出、これも考えたときに、やっぱり一番いい展開は、岡田選手の立場だったら、やっぱフリーという立場で、 自由にこう渡り歩くスタイル。うん。まあこれが一番岡田選手にとって理想的な形なんじゃないのかなって、まあいうふうなのを思ってた時期もあったんで、うん。ただまあフリーになるとするんであれば、まあさすがにこのすぐのタイミングじゃなくて、まあ来年、もしくは再来年あたりとか、まあその辺のタイミングでもしかしたらあるかなぐらいでは思ってたんですけども、 あれちょっと思ってたより早かったなみたいな、まあ、そんなところも正直思ってるっていうところはありますかね。はいまあ、どうしても岡田選手の場合は、岡田選手の奥様、三森鈴子さん、まあ、もう、まあ、トップ声優アーティストなんでね、なので、まあ、どうしても海外移住っていう形は、岡田選手の今の家庭状況を考えたら難しいかなというふうに思うので。 なので、フリーという立場で、日本にいながら、まあ、岡田選手の、えまあ、都合のいいスケジュールで、まあ、自由にこう渡り歩けるっていう、うん、まあ、そんな感じかなと思いますね。WWE であれば、多分まあ、フリーの岡田和親でも、まあ、それなりの待遇は見せてくれるんじゃないのかなと思うので、なので、まあ、岡田和親選手の家庭状況とかも考えたときに、 うん、一番岡田選手にとって、まあ、一番理にかなっているのが、まあ、フリーっていう形ですね。はい、だただ、新日本プロレスファンとしては、やっぱり新日本プロレスの岡田和親を、うん、まだまだ見たいとか、そういう気持ちは、まあ、僕もねあ、あるんですけども、ただ、岡田和親選手の海外進出っていう、そこの目標、それも考えたときに、 どっかを妥協する、しなきゃいけないと考えたら、まあ、新日本対談してフリーになる。そして、身軽になって、えー、WWE、AEW とか、うん。まあ、そういうところに、えー、自由にこう、行き来ができる。うん。まあ、そういう環境にしていくっていうのは、ああ、まあ、一番、まあ、妥当な判断かな、みたいな。まあ、そんなのは思ってるってどうですかね。はい。 はい、えー、てな感じでまあいろいろしゃべってきましたけども多分まあそらくまあ、こう、うーんと、これからしばらく岡田和親がどうなるとか、うん、なんかいろいろ不安をこう、煽るようなこう、見出しとかそういうのいっぱい出てくると思うんですけども僕は別にそこまで不安とかうん、そういうのはないですね参戦頻度は落ちるにせよ岡田和親が新日本から完全撤退するこれはないと思ってるので はい、なので、まあ、岡田和親選手はフリーになって参戦頻度は落ちるけどもただ、その代わりに AEW に進出したりであったりとか WWE に進出したりとか、うん、ちょっと今までにはなかった新しい、えー、岡田和親をこれから世界にかけて披露されていくかなというふうに思っているので、うんまあ、今回の,この対談騒動は、うん、ちょっとびっくりはしましたけども。 別にそんなにネガティブな要素は僕にはないっていう。まあそんな感じですかね。はい。まあそんなところですかね。はい。まあ、またいろいろね、情報出るかもしんないんで、まあなんか面白そうな情報があったら、また僕なりの見解喋っていこうと思います。はい。はい。というような感じでいろいろ喋りましたけども、結局今回の動画で何を言いたかったっていうと、えー、みもりすずさんことみもりんの、えー、これからのスケジュールちょっと見たんですけども、 あの普通にライブとかバリバリスケジュールあるんで、なので、このスケジュール見る限り、海外移住っていうのは、今の段階、ほぼほぼないだろうなとまあいう風なのが、僕の中で確信できたんで、うんまあやっぱり岡田選手単身で、海外にあの好きなタイミングで行くんじゃないのかなって、やっぱりこのミモリンのスケジュールを見て、改めて痛感しましたってこと。